ヴィーガンになって6年目、アメリカ在住のみさきです。今回は1日の食事とタンパク質を含む摂れた栄養素をすべてお見せします。それでは朝の飲み物からどうぞ。朝はいつも抹茶ラテから始まります。こんな風に美味しそうにできました。この後少しリンゴ酢と生姜の飲み物も飲みました。このチャンネルではヴィーガン栄養学と海外の栄養科学研究の情報をお届けしておりますので、そんな情報が欲しい方はチャンネル登録とベルボタンも押してもらえたら嬉しいです。そしてこちらがビタミン D3 のサプリです。私はあまり日光に当たらないのでサプリで摂っています。はい、こちらが朝の飲み物の栄養素です。お昼は時間がなかったのでまずはスムージーを作っています。グリーンスムージーなのですが、普段はココアパウダーを入れてチョコレート味にして飲んでいます。 Where are you going? I'm getting a COVID shot. Hi, I already got my third shot, but he hasn't because he had a little cough. はい、そして時間がないのでスムージーを持っていきます。 What is this video? Bye bye!帰ってきてからお昼ご飯の続きを食べました。今日は納豆ご飯とリンゴを一つ食べました。アメリカ風に丸々食べるのもいいんですけど、半分にカットして食べてます。ちょっとレイジーですね。はい、そしてこちらがお昼ご飯の栄養素になります。この日は納豆が出来上がったので少しお見せします。自家製納豆はものすごくネバネバにできるのでおすすめです。ヨーグルトメーカーがあれば作れますよ。そしてこちらはピント豆のスープを作っています。こちらが茹でている途中です。こちらが出来上がったスープです。スープの色が変わってお豆の線も消えるんですよ。そしてこちらが夜ご飯です。マッシュルームのソーテーとスイートポテト、ピント豆のスープに、みかんを2つ食べました。お豆のスープは私たちのお気に入りです。そして食後に少しだけダークチョコレートを食べました。こちらが夜ご飯の栄養素です。それでは1日に摂れた栄養素を見ていきましょう。今日は1578キロカロリー摂りました。プロテインが 14%、 炭水化物 64%、 脂質が 21%、 アルコールが 1% です。ビタミン、こちらはすべて摂れてますね。問題ないと思います。ミネラルです。こちらも問題ないと思います。上の方のアイオダイン、これは要素なんですけれども、このアプリであまり情報がないようで 0% になってしまうんですね。お味噌汁食べようと思います。そして下の方にセレニウム、セレンとソリウム、ナトリウムがありまして、これは 100% いってないですけど 96% と 98% で、これでいいと思います。まあ少し取れてなかったとしても1週間で取れれば大丈夫です。そしてこちらがカーボハイドレート、炭水化物とリピッド、脂質ですね。食物繊維は 58.8g 取れてました。オメガ3とオメガ6のレシオも大丈夫ですね。バランスが取れていると思います。最後にプロテインです。今日は 67.1g 取れていました。私の場合は 37.6g 取れていれば大丈夫ですので、
だいたい倍くらい取れてますね。今日も全ての栄養素が取れたと思います。ヴィーガンの食生活はビタミン、ミネラル、タンパク質もきちんと取れますので、気になる人はぜひやってみてください。それではこの動画が面白かったと思ったらグッドボタンをお願いします。このチャンネルではヴィーガン栄養学と海外の栄養科学研究の情報をお届けしておりますので、そんな情報が欲しい方はチャンネル登録とベルボタンも押してもらえたら嬉しいです。何かヴィーガンについて質問や動画の感想があればコメント欄でお話ししましょう。こんな動画作ってほしいよなどのご意見もお待ちしております。最後までご視聴くださりありがとうございました。素敵な一日になりますように。 Thank you so much for watching and I'll see you guys in the next video. Have a happy day. Bye.